おはようございます。西田航です。えー、11月2日土曜日、いかがお過ごしでしょうか。全日収録しております。ってとこで、えー、11月2日でしょ今、1日で全日収録なんですけど、2日、今日、2、3、4、5、5に出発だから、朝。わわ、いよいよだな楽しみですね。えー、写真集、ニュートーキョーを携え、パリホタに向かうっていう感じなんですけれども、えー、行ってまいりますっていう感じでございます。で、えっ、ー、と、今日なんですけども、早速、今日、主語が大きいタイトル、「ライカ飽きてきた」。 うん、違うな。何になるだろうな。うん。ライカ飽きてきたではないな。うん。まあまあ、っていう感じで結論、なんか日常になりすぎちゃって、これ以上何かこう、新製品、新製品とかでももうやっぱライカとかないんだなって改めて思いましたね。まあ去年、おとち、まあ大体ライカ使い始めて M10、僕はライカ CL からスタートではあったんですけれども、まあ、M10 あたりから、 はい、DM 型はね。で、今、M10、えー、M10 モノクローム、いや、違うな、M11 か。M10、M11、M10 モノクローム、で、うんと、M10P、M11 モノクローム、M11P、で、M11D まで来ましたっていう。こういう流れですね。まあ、あとはね、SL シリーズっていうのもあるんですが、まあ、これはちょっと僕の中では遠いかなっていう。やっぱ EVF っていうものをますますね、 いやこの結論がやっぱこの M11D を使い始めてからちょっと写真を撮るとか撮影行為っていうものがもともとこうだよなっていうフィルム時代から自分が撮っていた写真に対する考え方みたいなものがもうニョキニョキとこう戻ってきたというかその被写体を見るっていうこと自体がカメラの背面のモニターを見ないことによってますます研ぎ澄まされてきたしなんかこう M11D を使うことによって その,後後のなんかプリセットとかってよよく言いますよねその最近もキャプチャーワ1がなんかいろんなあの写真を放り込めばそれ風に仕上げてくれるって言ってでこれプリセット販売してる人はもうこれで終わりだみたいな感じとかの話,話題にはなってないですけどそういう風に思ってる考えてる人もいると思うんですけどそもそもがえっとそういうことって写真フィルム時代ってどうでもよかったよなっていう。 ラッキーの CP31 とかを使って、ネガフィルムを自分で手焼きでね、ポジのクロスプロセスとかして、ネガ現像のプリントを自分でもしていたので、CMI の組み合わせで色の雰囲気を調整するっていうか、色の調子出しとかは、とか、録音量の調整とかでしてはいたんですよ、もちろん。最初はアウトプットで。で、これからもデータで通り、それをキャプチャーに入れ、調整をしつつアウトプットはしていくんですよ。 ですがなんか撮れた写真をねそのドラスティックに超オーバーにしてとか要はデータ加工でどうこうして写真を、まあ、要はまあ A だったものをデータ加工によって B に変えるみたいなことってまあまあ B に変わることはないですよねだから A ダッシュに変えるみたいなだからなんかそういうことはもちろんあるかもしれないが基本的にやっぱこうますますそこじゃないよなっていう。 本当にこうだんだんと修行層じゃないですけど禅問答みたいになってきて自分が生きた証とかこれはそこすらも振り返らずにただ本当にこう生きていればいいみたいなそれをひたすら取っていくみたいな自分がただ生きていた術を取っていく残していくみたいなで振り返らない原則振り返らないのがまさにここなんですよね今まで僕20年間25年年間、間、 デジタルカメラデジタル一眼レフカメラからね起こってやっぱり撮れた写真を毎回その瞬まあ業務でももちろんあのポラバッグを切ってね業務ではねポラ切ってそのポラでどういう風に写ってるかの確認とかそれはみんなでやることだからしてはいたんですけれどももう今みたいにこう自分の死写真というか、まあ、生きた証をみたいな世界でものを考えるようになってくると改めてやっぱりもう。 それこそこう振り返ることの不毛感というかその被写体を撮り、ま、あのなんかいいと思ったものを撮ってみてあちょっと露出が暗かったなもう一枚明るく撮っておこうとかっていうこういうマインドをどん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 排除していくといいますかこれが重要なのかなえ結論後で見た時に暗かったっていうでもどうしても暗くてそれでもいい写真必要と思えば明るくすればいいっていうそれはもう逆に今の時代本当恵まれてて。 ある意味、ローで取っておけば、プラス2段ぐらいまでだったら余裕でいけますよね。ほんと、ポジフィルムみたいな考え方かなっていう。ポジでちょっと切り減して、頭3コマぐらい見て、うん、あ、全体的に取っであるぐらいの露出で取ったら、このぐらい暗いのか。じゃあえ、プラス3分の2だけプッシュしておこうとかね。まあ、あの、フィルムでプロでやってた方だったら、今言ってることが意味わかりますよね。切り減やって、プッシュっていう。 そういうういいいマインドに近づけててくっていうますます昔フィルムでやってた撮る瞬間のコンセントレーションの高まりとかなんかそういうことの方をますます大事にしていく必要があるで見たまんまをきれいにキャプチャーするのはもうスマホとか、えー、まあそれこそハイエンドのねあの今度出てくる r 1とかそういうのがやってくれますからそれはそれでそういうジャンル綺麗に目の前で起こることを間違いなく記録していくっていうのはすごく必要なんですよ。 だから僕も、えー、また R1 も入れてそ,のそういうこともできるよりまあ何て言うのかなうまあ写真家としてというかまあそういうのに興味あるからそういう道具は持っておくと。だけど原則自分が写真家としてそれこそまたパリパリほど行ってパリで写真集を売るとか、えー、ゲイズを皆様に写真をまあ 写真集を作ってってていくとかねそういうプロジェクトをやっていく上ではますます自分自身がどういう思いで写真に取り組んでいるかっていうところを皆様にご覧いただいたり要は気合入ってるとか魂乗ってるみたいなところをぶつけてよりこう研ぎ澄ませてぶつけていかなきゃ改めていけないなって思うところにこの M11D っていうかこう。 30年ぶりに撮ってる写真を見ないまま撮っていく行為っていう。フィルムではもちろんね、M42 とかを入れてやり始めてましたが、まあそれはやっぱりフィルムは逆に上がってきた後の、じゃあフィルムのネガをどうやってデジタイズするかっていう問題が僕はもうやっぱり解決できなかったんですよね。今の時代、そのフレックスタイトとかドラムスキャナーとかが、もはや形骸化してるっていうか、実質ないわけですよね。ほぼないに等しい。メンテナンスもできない。で、中ではやっぱり RGB のデータを生成するしかない中では、 あのやっぱここが僕の中でのやっとこうフィルム的なトライはしたかったんだがやっぱりこのデジタイズに対してのボトルネックがある中今後も未来が見えない中では一つこの M11D みたいなこういうカメラがデジタルカメラなんだけど背面モニターがないっていうことによってでましては SD カードを今も3 2 g 入れてますけれども、まあ、フィルムのように使っていく運用っていうで SD カードで現物で保存しておく。もちろんバッックアップであの,ハイレスの であのデータで追い込んだハイレの t i f だけは、えー、他の別の場所にねあの4テラ8テラの SSD、SI、とかに入れて、えー、保存していくっていう流れなんですけれどもなんかこれこのフワークフローができてからますますその冒頭に言っているっていうかライカに飽きたっていうかもうライカとかはもうどうでもいいなっていうただ単にあのライカだから使うんじゃなくて背面が見えない取、えー、ったけど背面が えとモニターで確認できないカメラをこれをこの M11D を所有しておくってことがで使って撮っていくってことが今,今の今ですけどもね今はすごく重要なことだなって改めて思っていてこれが皆様に明確に伝わる作品作風の変化っていうところが伝わるかどうかはこれはあの別問題なんですよ。ただあくくまででっていく僕のこのメンタルの部分で 被写台と向き合う気持ちとか作品に対する1枚入魂の気持ちとかは間違いなくコンセントレーションがこうアップしていっていのを自分で体感できてるんですよねこれが大きいですしまたパリに行った時にパリの街と僕とが向き合う20数年ぶりに僕向き合うわけですけれどもそういった時のカメラとしてまさにここだったんだなっていうなんかだからうんちょっとわかんないんですけど今 m 11 と持ってるんですがやっぱ1台は、ねまあ、もちろん背面が見えるっていうか M11P なりは残そうかなと思うんですけども M11D がもう1台欲しくなってきたなっていう <laughs> あのバックアップ機っていうか2台。M11D が、まあ、ライカっつうのはもう壊れて当然 これ多分語弊があって怒る人もいると思うんですよ。こういう言い方すると。その、要は挑戦に出したりすることが多いわけですよね。レンジファインダーも繊細ですし。で、で、僕の場合は特にレンジファインダーをもう徹底的に追い込んで、自分がもう本当に見てて気持ちいいレンジファインダーになるように、ライカーさんにお願いしてるんですよね。で、今これドンピシャで僕の中で会っててっていう。でも何らか、 来ることもあるし、例えば、シモスセンサーの清掃とかも、やっぱりちょっとこう自分ですの不安だから預けることになると。で、1日2日ないってなったら、その時に M11D で通れないってなると、もう一台やっぱ欲しいですよね。ちょっとね、うーん、ただまあ今、間違いなく在庫はないと思うので、なのでどうしようかなっていう感覚はあるあるんですけども、ちょっともう一台 M11D 欲しくなってますね。要は、バックアップ機。で、なんか、 あのメンテナンス入れた時にやっぱすぐ手元にあるという。だからやっぱり M11P を買ったのも大正解で僕の M11P めちゃくちゃ調子悪かったんですよ。賞味1年弱ぐらいまともに動いてなかったっていう状況で今はもう完璧になったんですけれどもその間にはやっぱり M11 があるおかげでとか M11 モノクロームがあってくれるおかげでそこでアイドリングっていうか常にレンジファインダーで被写体と向き合うってことができたっていうのはやっぱバックアップ機があるからなんですよね。 ただ逆に M11 を手放してもう一台 M11D 入れるのはちょっとありかなっていう僕の中ではもう M11 のエコシステム要はこの6000万画素エコシステムでいくっていうのはもう大前提なんですよねまあもちろん今後それがソニーが新しいハイレズドセンサーを出してきてライカにもそれが積まれて例えば9000万画素とかのねあのセンサーが入ってきたってなったらもちろんそこに格上げしてもうハイレズドであればあるほどいいのでそれはもちろん 購入していくんですけれども現状だとねやっぱりこの背面モニターがないで撮影していくっていう行為がやっぱ改めて一番今自分の中では重要な要素になってきててだからあのもうライカだからどうこうとかっていうよりこの M11 のこの D, D タイプですよね背面モニターがないカメラこの辺は多分なんかねいろいろ最近では徐々に徐々にペンタックスがやるんじゃないかみたいないやこれはやらないんですけど。 あの、やるとしたらペンタクスの中で、僕は2個にやってほしいなと思ってるんですけど、F3 とか FM2 とか、一足で F マウント使って、今までの F、まあもうディスコになっちゃってるだろうけど、F マウントのレンズつきますとか、Z, Z マウントだとね、マウントがでかすぎてバランス悪いと思うんですよね。小型化しにくいと思うんで。なのでね、本当あの、ライカー開きましたっていう、 そのなんかライカの機能とか新製品をみたいなところで追うっていうのはなんか僕の中では一段落したかなともちろん M12 とか出てきたら速攻買いますけど買うんだけどその中で M11D っていうか背面が見えないこの撮影体験にもう自分の体を染み込ませておくことによって背面モニターがあろうがなかろうが多分原則これが癖づいてくればこの M11D を1年ぐらい使っていくことによって。 ハイメモニターがあっても、もう撮った、だからどうしたって感じで、もう見ないと思うんですよね。でもあれば見ちゃうんで、なんだかんだまた見る環境が復活してくると思うので、その、見てる暇があったら次の撮影に向かうっていう、この行為がね、改めて今、まあ新鮮なのもあると思います。ですが、非常にやっぱり物と向き合う。よく、うんまあこれちょっと、あの、感覚は違う、ちょっと語弊があるかもしれませんが、 まあ、この間も運動会とかでこう皆様に定義したんですけど例えば子どもの運動会があった時にスマホでねムービーを記録することに必死になりすぎてじゃあ息子が一生懸命走ってきたっていうそのムービーには残ってるんだけど実際に自分自身がその全体の空気感だったりとか子どもと他の他の子どもたちとのこの駆け引きだったりとかっていうそういうドラマの部分空気で五感で感じる部分を明らかに 失っている可能性はなくはないかみたいななんかそういう要素がなんかこの今言っていることにも似通ってくるんじゃないかなっていうところなんですよね要は背面モニターを見ることによってもっともっと今自分は外の世界と自分とをこう向き合わなきゃいけないのに撮れたその写真に向き合う時間が多すぎはしないと思うんだけど撮れてその結果と向き合うんじゃなくてあの今撮ろうとするそして次撮ろうとするっていう次の まあ向き合いいいい方というかか被写体とのにぶつかっていく姿勢みたいなこっちを研ぎ澄ませていかなければやっぱ改めていけないのかなとだから僕もなんかフィルムカメラで撮っている写真家の方々が多数いらっしゃるっていうのはだんだんとあのそういうことなのかなっていうその撮れてすぐ分かるっていうよりかはその余剰だったりとか自分は被写体ともっともっと向き合うだからよくデジタルデトックスとかって携帯を置くことによってもう外と 環境をつながらないことによって自分と自然だったりとか自分と、まあ、都市町でもいいんですけれどもデジタル環境に身を置かないことによって自分自身の五感で感じるしかなくなるっていうこういうことが多分これから表現とかしていく上で非常に改めて重要だなっていうふうに思い始めていてただから不便どうこうとかじゃなくて自分と、えー、その他のものをいかに あの間接的ににといいいうかかカメラに支配されないで繋げていくかみたいなそれの一部一部媒介役の道具としてのカメラであるべきっていうなんでカメラに支配されちゃいけないしなんか自分自身がそのもうちょっとシンプルに物事と向き合うっていうまあもちろんだったらカメラなんかなく自分の感じたことを感じる だけ,だ,っただけでいいいじゃんんって思う方がいるかもしれませんがやはりそこはやっぱアーティストとして写真家としてカメラを通じて写真をアウトプットすることによって間接的に自分の思いを伝えていくことは必要と。だからカメラは必要なんですよ。だけど カメラに支配されれるようななななことを少なくしていかなければいけないかけけば EVF で 50mm つけたら 50mm の範囲しか見えない世界で物事を考えるんじゃなくてまあなズームでも7200でしか物事が見えないんじゃなくてレンジファインダーで 50mm って決まってるけどもうちょっと外枠の 28mm の世界まで見えながら 50mm でキャプチャーしていくみたいな自分が感じれる感覚をもっともっと拡張しながら。 カメラとと付き合っていいくことが重要っていうちょっと今日は脈絡なくて申し訳ないんですけれどもそういった意味でライカだからどうこうっていう世界がだんだんと僕の中では終わりを告げているなっていうのを最近感じ始めているんですよねでもやっぱり便利なものは好きですしで M11 みたいなやっぱりこうバッテリーを持って、えー、6000万画素積んであってみたいなよそ他社と見渡してもやっぱりこのカメラしかない部分もありますしその中でさらに背面モニターもないっていうこのカメラがですね ちょっともう一台入れたいなって思い始めている今日この頃でございます。というとことで今日もカうかの作りでした。スタリシャ、どうも。